西区神出の老いの口休憩所にやってきました。ここは神出山田自転車道の西側支店となります。福原湖までは20キロ弱、行ってみましょう。自転車道なので道幅もあり快適に走れます。分岐点には案内標識も多く立っているので、初めてでも迷わずに走れると思います。田畑あり、川あり、山あり、自然が豊かです。マップが所々に設置されているのもいいですね。山道の途中には階段があり、自転車を押して上がる難所があります。階段も結構長いので、ここはなかなか大変です。山道を抜けると福原湖が出てきました。なかなか大きな湖です。福原湖にかかる福原橋を渡るとB神戸モニュメントが見えてきます。3つ目に作られた B 神戸モニュメント、木製なのがいい味出てますね。ここには自転車を貸し出ししている施設もあるので、自転車を持ってない人も楽しめますよ。自然が多く、いろいろな生き物にも出会えました。